続きをやっていきましょう。あれ、ダイダイダーウェイ、あれちょっと待って、レオンが臭すぎてどっか行っちゃったかな。あれリーダー来ないぞ。どうなってる。さすがにちょっと重火器、ああ来た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 、重火器を扱う男があまりにも物騒すぎて、ちょっと私彼とは付き合ってられないわ。武器屋に武器ぶち込んでるなんてありえないものみたいな、ということで、前回はワニワニパニックをやろうかっていうところだったんだけど、まあ、まあまあな時間が来ちゃったんで一旦こう終わりにしたというところですね。ということなんで、まあ、侵入していきましょう。まあ、カチョコンカチョコンやってる。この音が気持ちいいよね。RE3 だとその音がなくなっちゃってね。うん、さっさと来いや、カトルゾンだ、おらおらおら。まあ、本当にこっちでいいのかって思うけどね。まあ、でも、こっから、どうやってあのワニワニパニックは下に降りてったんだろうな。どんなルートを渡ってたの。まあ、今から、ね、ワニワニパニックと追いかけパニックをするわけなんだけど。さてさ、本当にこっちでいいのか。残念だけど。見えた？みんな見えた？あ、なんか来る。そこで待っといてくれ。チラ、あ、チラ、チラ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 。タッタララダー。にしてもなんかこうバイオロ2の元々の作品に関してはさ、こう、うお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 う、逃げます逃げます。もともとのバイオのさ、原作の方に関してはさ、なんかこいつものすごく強かったみたいなイメージがあるけど、これだと本当一瞬の本当なんかワニパニックぐらいのさ、なんかね、冗談じゃない、虚しかったよね。出番が少なくてね、かわいそうにと思ったけど、まあ私冷静に処理をさせていただきます。やばい、これ毎回こうなんかギリギリ間に合ってるか間に合ってないかっていう、こうなんか割とピンチな感じがして、結構スリルあったりしますよね。ということで、ピョッケイスライドケイグチュグチュ、お疲れ様でございました。またのお越しをお待ちしております。あー、なんか向かってきた。肉片、肉片とはこのことさ。苦しん坊の化け物が。オッケイ、じゃあこれなかなか来ないんだよね。これぶち込んでもあんまりこう肉片にはなっていかないんだよね。ここら辺がね、ゾンビと違ってね、もうちょっとぐちゅぐちゅ化したかったんだけど、残念だね。いてててててて。じゃあ登っていきましょう。まあ、笑えないけど、笑うしかないよね。だから油断しないでって。うるさいね、この青。人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。ってってさ、あれはワニだ。もうちょっと赤ドレスみたいに冷静にね、なってね。無事逃げられた。あ、でもな。男の前では、あ、男じゃねえ、男の前で男が騒いでて仕方ねえ、ただただうるさいだけど、女の前だったらさ、じゃあちょっとでもさ、なんか、かっこつけたいっていうのが、もう、男ってさ、もう 95% 下心しかないわけだもんね。さて、整理させてくれ。ギリギリギリ。アンブレラは、化け物をどこに売るつもりだ。ねえねえ、お姉ちゃん、こんな密室で僕とどう？他のどう？何する気？おぉ。売るのは化け物。ちょっとその赤いやつと黒いやつ下にずらしてみようか。ほらほら、ずらさないと僕が引きちぎっちゃうよ。うは。こういう変態的なこと言ってるけどね。この間、ちょっとね、まあ、JD と、ご飯食べに行ったんだよね。ウィリアムがやったみたいね。まあ、とあるちょっとお付き合いがあってっていう、その付き合うっていう、そのラブの方の付き合うじゃなくて、ね、まあ、単なる本当にお付き合いっていう、まあ、多分まあ、ここにいる 98% の視聴者さんの皆さんは、それがどういう意味なのかっていうのはちゃんと理解してくださってると思うんだけど、まあそういうことがあってですね、なんかやっぱりあれだね、もう全然その気がなかったとしても、こうなんかこう楽しく喋ってたら、まあ別に恋心を抱くっていうことはないけど、なんか楽しくなっちゃうよね。なんかこうこの年、なんて言ったらいいんだろうな、独身の頃とか学生の頃だったりとかすると、そういうなんか男女二人きりとかになってくると、なんかこうさ、いい意味でも悪い意味でも、こうなんかワンチャンみたいなこうことが頭にどうしてもよぎってくると思うんですよ。まあまあ、あの結婚しててもそのワンチャンをこうなんとかよぎって握ろうとするバカがいて、で、あの手出して捕まって間抜けみたいなこととかもよくあったりするけど、まあまあ、それはあのどうでもいいとして、アネットを追ってる。
なんだけど、なんか結局その、まあ、その JD とに限らずだけど、じゃあ女の子と2人でなんかどっか食事行ったりとか遊びに行ったりとかしますっていうことを考えた時に、冷静にこの子とどういう過ごし方ができてたら俺って幸せなんだろうなとか満たされるんだろうなっていうことが、なんかこの年になるとすごく冷静に考えられるよなって思うよね。幸せっていう言い方をするとなんかすごい仰々しく感じるからあれだけどさ、うん、まあ ずっとどういう関係でいたら楽しいのかなと思って、まあね、そこのに行き着くのが大体セックスですっていう人は多分男としては多いと思うんだよね。女性からしたらさ、いや黙って金出してうまいもん食わせてくれよっていうのでそれでいいと思うんだけど、それで美味しいって食べてくれてるその笑顔が、男はなんか一時段階クリア OK ですみたいな。だけどなんかすごいこう冷静に僕は考えた時に、なんかどちらかっていうと、まあなんかその気はあんまり感じなくて、なんかすごい筋トレが大好きな子なんだよね。なんか筋トレがすごい大好きな子で、まあなんかこうブリサリアップブリサリダウンを一緒にやるような仲だったりするんだけど、まあだからそういうことを考えると、この子とこうなんて言ったらいいんだろうな、なんかゴートレとかできたら、ゴートレとかできる仲になったら俺ってもしかしたら楽しいんじゃないかなっていう、そんな感じだったね。だから別にキャッキャウフフみたいな関係になりたいとは思わないし、まあ当然それは法律で許されないし、うん、なんかこれまではなんだろう、これまでというか学生の頃だったりね、独身だった頃とかっていうのは、まあ、なんかどうしてもこうそっちの気を考えちゃったりとかしてたけど、一切そういうのが浮かばないで、こうすごい客観的に冷静に見た時に、あ、筋トレしたいなこの子とすごいシンプルに思ったっていう。すごいよその子、150何センチ160センチないくらいの身長で、ベンチプレス60キロ上げるのかな、ベンチプレス60キロ、すごい見た目すごい細い子なのよ。でもグッて力入れたら二の腕力こぶが見えたりとか、腹斜筋とかも筋バリバリだったりとかするから、うん、そういうことをなんかね、まあ男とはゴートレ何回かしたことあるけど、まあゴートレって義理の兄貴とやって、スミススクワットでもうほんと死ぬ寸前まで追い込まれてる、そんな感じだったけどね。すっごい冷静に処理してってるけど、これ大丈夫かな見どころある。あ、もうちょっとしたら変態白紳士さんが、白紳士あったか、うん、さんが来る予定なんで、まあもうちょっとお待ちくださいね。はい、でこれ登っていこうか。いたわね、アネット。この時点でね、アネットが気づかないっていうとか、このなんかゲームキャラ、D夫人とかもそうだけどさ、すごい、なんて言ったらいいんだろう、視野狭いよね。呆れたしつこさね。D夫人とかまだ階段登っていくときにさ、Eさんが登ってきてるって絶対見えてるはずなのに、それがなんか見えてないってね、パニックだよね。よしよしよし。で、来て、あ、来た。ほい。はい、お疲れさんでーす。これでくるくるズン。で、これ取って、で、やつが苦しんでいる間に、すごい苦しそう。どうしたの？食べ過ぎた。ご飯食べ過ぎた。こっち来た。オッケー。あ、これでもあれかな。このハンドガンだと、ちょっとやっぱ威力、ああ、でも昼んだ。威力が低すぎるから、ひるまないのかなって言おうと思ったら、ひるんだね。でもなんか、あれだよね、エイダー遅いからスッて言ったけど、まだ研究所でさ、ガラス突き破ってくるじゃん、タイラント。そういうのを考えると、なんか普通に、あのくらいの、なんか鉄のところだったら、バーンってぶち破ってきそうだけどね、ぶち破ってきて焼却炉に追い詰められて、一緒に燃えてなくなって、一人だけスーパータイラントとかするみたいな。
そんなんがあれば面白かったけど、まあそうはいかんちやって話でね。じゃあ中入っていきましょう。お邪魔しまーす。本当はあの唯一の救いはこいつがゾンビ化しなかったことだよね。こいつがゾンビ化して弾が切れたらね、ナイフがなくなって、ナイフないから、あ、終わったわってですけど、このドヤ顔でやる。私を焼き殺すつもり？あなたに G ウイルスは渡さない。焼き殺すというよりはあれだよね、あのバーナーで炙ってちょっといい感じに香り出して。知ってるでしょ、何の話。道連れがいてよかったのね。ムーオクあー燃えちゃう、助けてー、どっから、あ、これだ、チュ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 。そして一個クルン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 。初めてやった時なんかは全然こう何をしていいかわかんないみたいなことがあったね。まあ、実際の実況でやる時なんかっていうのはもう初めからね、一通りプレイした段階でのプレイだったんで全然問題なかったけど、うい、ああもうただの屍のようだ、反応がない。やってくれるわアネット。よし、これで、あ、これ爆発しないのね。そもそも敵が出てこないからな。もうちょっとエイダ編長くてもよかったのになって思うけどね。なんか意外とあっさりしてる。シェリー編の方が長いんじゃないか。まああれはどれだけ謎解きに時間がかかるかどうかにもよるけどね。首どうなってる？プラン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 してる。あー、マムチー！スポットライトを浴びるのは私よって。スパイがスポットライト浴びちゃねえ、なかなかね。追いかけっこを続けるつもり。ゲームは終わりよ。あなたの負け。じゃあそろそろ終わりにしようか。聞いていい？旦那さんは元気でした。言って出てくるのがバハム。まさか G を独り占めするために殺したとか。今の話、俺が何言ったかって分かった人がいたら相当マニアだと思う。あなたが協力しない。そろそろ終わりにしよう。やれるもんならやってみなさい。あ、ごめん、違うの直した。あ、やばいやばいやばい。ポヨン。すごいの、これ片手で腕支えられるってさ、いかに女性の体重が軽いとしても相当な筋力をお持ちだと思うんだよねー。痛い、一気に溺れた。うっ、痛い、肝心な時にいないのね。あれなのかな、深く刺さりすぎて抜けないっていうのと、やっぱ痛い、さすがの痛さで自分で何とかするっていうところまでこう力及ばなかって気絶するっていう、そんなノリになっちゃうのかな。あは、ああ。一方その頃、レオン服の上から包帯を巻く。だからこれ多分こういう仕様になってるってことはさ、相当いじられたんだろうな、服の、なんか髪の毛がテロテロしてるけど、これまたなんかバグる、ハゲる、もしかして。エイダ、え、エイダ本当に治療方法って分かってるつって。これだから原作の方で相当ネタにされて、包帯を服の上からまくって どういうことなのみたいなのが多分バチバチにいじられたんじゃないかなって思うけどね。よし、じゃあ続き、違う、こっち。よし、じゃあ続きやっていきましょう。ということでね、まあ、区切りがいいところまで来たんで、これからまあ、地下探索編に入っていくというところで、ぜひね、あの、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、次回パートをお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで、まあ、特にアイテム整理するようなこともないかな。一応持ってきておく。まあ、ちょっと調合だけやっちゃいましょうかね。大きい。はい。ということで、ね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回やりましょう。バイバイ。